皆さん、こんにちは。川崎フロンターレです。メリークリスマス。というわけで、本日はブルーサンタ活動をフロンターと僕たちスタッフで行っていきたいと思います。ブルーサンタ活動とは、川崎フロンターレの選手が水色のサンタクロースに変身して小児病棟を移動する事業です。地域に貢献できる大切なホーム活動であり、病気と戦っている子どもたちに少しでも元気をプレゼントできればと、1997年のチーム創設時から継続して行っております。例年フロンターレの選手が直接プレゼントを渡している形で実施しているんですけど、今年は新型コロナウイルスの影響を考慮しまして、クラブスタッフとフロンターレ病院職員さんにプレゼントと選手からのメッセージ動画の DVD を発信したいと思います。皆さん、こんにちは。今日はクリスマスということで、川崎フロンターレからケントサンタこと立花健太選手と、ヤストサンタこと脇坂ヤスト選手、上りサンタこと上里恭平選手がやってきています。それではどうぞ。はい、では選手の紹介をしたいと思います。ケントサンタ、ヤストサンタ、上りサンタは2021年川崎フロンターレ J1 リーグ優勝の原動力となりました。ケントサンタと上りサンタはJ1 リーグ優秀選手を受賞。ヤストサンタは J1 リーグのベストイレブンにも選ばれ大活躍したシーズンでした。さらにヤストサンタは来年1月に行われるキリンチャレンジカップ2022の日本代表にも選ばれています。今日はそんなケントサンタとヤストサンタとのぼりサンタがみんなにメッセージをくれます。皆さん、よろしくお願いします。メリークリスマス。立花健太です。普段は川崎フロンターレでサッカーを選手をしています。今日本当はみんなと直接会いたかったですが、コロナ禍ということもあり動画でメッセージを送ります。コロナのせいでなかなか思い通りにいかない日々が続いていますが、みんなはどのように過ごしていますか？僕たちはサッカーをプレーする姿を通じてみんなに元気を与えられるように一生懸命プレーしています。またみんなと直接会える日や、みんなが轟きにサッカーを見に来てくれる日を楽しみにしています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。メリークリスマス。脇坂康人です。僕も川崎フロンターレでサッカー選手をしています。来年1月に日本代表とウズベキスタン代表の試合があります。そこで活躍できるように僕も頑張りますので、ぜひテレビで応援してください。僕たちからみんなに特別なプレゼントがあります。みんなのところにプレゼントを送っているので、ぜひ受け取ってください。今日はありがとうございました。メリークリスマス。上里恭平です。僕も川崎フロンターレでサッカー選手をしています。みんなはどんなクリスマスを過ごしますか？僕は家族でクリスマスパーティーをしたいと思います。みんなもどうか素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。元気になったらぜひ轟に僕たちのサッカーを見に来てください。今日はありがとうございました。ケントサンタとヤストサンタとのぼりサンタでした。ありがとうございました。日本医科大学朝日市小杉病院さんに到着しました。ご覧だプレゼントを渡しに行きましょう。どうだ、体温が健康な体温、健康な体温、大丈夫ですか？ありがとうございました。
そうまくんね。はい。そうまくんにお友達に代表して、フロンタ君ミニチュアバージョン、つまりフロンタ君を代表としてお渡してもらいます。はい、どうぞ。ビックリしまーす。はい、というわけで、すべての病院を今回も終わりました。フロンタ君どうだった？何した？フロンタは毎年、フルサンタ活動を続けておりまして、継続して、行きたいと思ってます。コメントの活動は以上でした。ありがとうございました。